どうもバイクのローゼのシエンです。映画を見てきました。ワンダーウーマンっていう映画なんですけど、すっげー楽しかったです。いやまたね、主演の女優さんが綺麗、もうね最高です。まあ映画をね見に行くついでに、まあバイクで行ってちょっと元ブログでも撮ろうかなと思って今やってるんですけれども、まあ久しぶりの東京での元ブログですね。まあバッチリね、雨は降ってるんですけれどもね。ていうか結構降ってんな。基本的にですね、俺が元ブログをやるときって、だいたいこうツーリング先をちゃんと決めて、まあそこの紹介だったり、そこに関係する話をすることが多いんですけれども、まあ今日はですね、まあ雑談的な感じでやってみようかなと。まあたまにはね、こういうフリーなトークもいいかなと思って撮ってます。で、今日お話をすることは2つです。まず1つ目がですね、熊本のホンダの製作所に行ってきました。まあ、なんで行ったかっていうと、そこで地元の人とか、そこの工場で働いてる人が集まる夏祭りがあるんですよ。で、そこに出演するアーティストさんのバックバンドっていうか、まあ、そのバックでアコギを弾く仕事ですね。それで行ってきました。ちょっとね、残念ながらそんなにゆっくり見て回る時間はなかったっていうか、もうほとんどなかったんですよ。もうリハと本番以外はもう全部ホテルに缶詰みたいな。だからほとんど見て回ってないんですけど、まあ、リハ中とかなんかもうバイクのレーシーな排気音が聞こえてきてめっちゃ興奮しましたね。まあ、あとはコースでなんか車テストコースかなで車が走ってたりとか、そんな感じのところでね、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。で、話聞いたら延べ2万人の人が来たらしいですね。2万人って夏祭り2万人ってやばくないですか。いやー、そんなたくさんの人の前で演奏できて、いやー楽しかったですね。また行きてーなー。バイク関連のとこに仕事で行けるって、なんか趣味も仕事も超謳歌してる感じがしていいっすよね。そんな夏を過ごしました。九州ツーリングに行ってから約2週間後ですかね、公私ともに楽しんでます。そんな感じですね。まあそれが一つ目ですね。で、二つ目なんですけれども、もうすぐですね、チャンネル登録者数が2000名を突破しようとしてるんですよ。もう1900人を超えていて、もう本当に嬉しいですね。いや、もうたくさんの人が登録してくれてるっていうことですね。いや、もう本当にありがとうございます。で、せっかくなんで、なんか2000名を超えたら、なんか企画をしたいなって思ってるんですよ。まあ、どんな企画をするかっていうのはきっちり考えてはいないんですけど、楽しいことをやれたらいいなと思ってるんですよ。まあ、みんなでツーリングをしましょうとか、もう質問に答えます的なのもしたいなとか、まあ、ちょっとね、本当にまだ全然決まってないんですけど、そういうことをやれたらいいなって思ってます。だからもしツーリングをやることになったら、来てくださいね。もし、やりますよ、この日やりますよって言って、当日その場に行ったら誰もいないとか、ちょっとね、寂しいっていうか、シャレにならないんで。まあなんで決まったら、また動画でご報告というか、まあ何をするっていうのを話させてもらおうかなとは思ってます。あと少しですかね。いやー、ほんと楽しみですね。改めて、これからもよろしくお願いします。みんなで楽しんでいきましょう。まあ、そんな感じですかね。まあちょっとね、雑談っていうには結構キチキチしてるんですけど、俺ね、フリートークはね、ちょっとね、ついつい長くなっちゃうので、まあ、それはまた別の機会ってことで、今日はね、映画楽しかったっていうか美人だった、うん、ワンダーウーマン超最高。でもね、雨が結構辛い。でもこのぐらいの雨じゃソニーのアクションカムは壊れないんだ。ホンダの工場に行ってきましたっていうのと、もうすぐ2000名を超えるので何か企画をしましょうっていうことですね。まあちょっとね、あっさりとした動画になっちゃったと思うんですけれども、まあ引き続き九州ツーリングの動画をアップしていくので、そちらをお楽しみいただけたらと思います。いやー、ちょっとね、雨ひどくなったんで早く帰ります。そしたら今日はこの辺で失礼します。バイクの元の深夜でした。ご視聴ありがとうございました。それでは。